SC 相模原です。ゴールキーパーは籠井健太郎です。ディフェンスラインは右から石田、鎌田、藤原、田中、ボランチに川上、中原、中盤の右に藤本、左に安藤、そして前線船山、そして、新加入ですね、育成型期限付き移籍で清水エスパルスから加入しました、加藤匠がいきなりスタメンに抜擢されています。このゲームアウェーになります。ミラバンツ北九州、スタメン予想フォーメーションでご覧いただいております。ゴールキーパーは吉丸です。ディフェンスラインは右から藤谷、藤原、川野、永田、ボランチは西村と針ヶ谷、右に池高、左に中山、そして前線に前川と高澤と、予想フォーメーションで、紹介しております。藤本か中原かというところですが、藤本の左足ニアで触って決めていきました。相模原先制です。ゴールを決めたのは鎌田です。フリックしたのは新加入の加藤でした。ここはショートコーナーです。藤本のクロスニアで触っていきましたが、これはキーパー吉丸がセーブしています。船山のコーナーキック、ファーサイド押し込んでいきましたが、副審のフラッグが上がっています。ファーサイド押し込んだのは安藤でしたが、フラッグが上がっています。オフサイドです。船山一度下げて中原、そして田中陸です。田中陸の右足のクロス、最後は石田のシュート、船山が押し込んでいきました。相模原2点目です。手玉を船山が押し込んでいきました。石田のシュートのこぼれ球、囲いから左サイドのスペースにボールが出て安藤の前にスペースがあります。オフサイドはありません。安藤から左足のクロス、加藤の右足のシュート、惜しいシュートになりました。さあ永田が前線に送りますが、対応するのは中原。さあ今なんとか対応しようとした相模原の鎌田が対応しようとしましたが、そこで中山が倒されて、これが PK の判定になりました。 PK を決めていきました。北九州1点を返します。スコアの方は2対1。思いっきり左足を振っていきました。中山の PK が決まって、スコアの方は2対1になります。藤本純吾の左足ニアで触って、これがネットを揺らしました。相模原3点目、決めたのは藤原雄大です。藤原雄大も今季初ゴールということになります。この左足からニアで触っていきました。相模原3点目になります。海外から佐藤亮、そして池高です。池高左足でのクロス、さあこのセカンドボール、さあこぼれ球打っていきました。北九州2点目です。決めたのはカルドナ前、カルドナ前はこれが J 初ゴールということになります。セカンドボール、中山が粘って最後はカルドナ前が決めていきました。カーノがカットして針ヶ谷、針ヶ谷縦に入れます。カルドナ、佐藤亮、もう一度カルドナというところ、セカンドボールは針ヶ谷です。右サイドに池高、そして針ヶ谷のクロス、カルドナスルーして高澤のシュート、これが枠を捉えることはできませんでした。対応するのは渡部、一度下げて針ヶ谷、針ヶ谷右足のクロス、カルドナ前のヘディングシュート、
そして囲い健太郎が前線にボールを送ったところで笛が鳴りました。 J3 リーグの第11節 SC 相模原対ギラバンツ北九州、ゲームが終了しています。点の取り合いになりました。スコアの方は3対2で SC 相模原が勝利しています。